さあそれでは皆様とお届けしている今日のラジオの絆です。本当に支えていただきながらこうやって6年、開局以来お届けすることができたんだなと嬉しく思います。さあ東北の絆もお届けしていて、2011年6月にですね、震災の後すぐに私は沿岸部の臨時災害放送局に行きました。ラジオに関わる人間として同じ臨時災害放送局のラジオ局を苦しい中で立ち上げた方たちの何とかお手伝いしたいという、そんな思いで行ったわけです。その時に写真を撮ることではなく、私はラジオの人間でありますのでね、音として拾ってまいりました。その音を聞くたびに私はそこにまた立ち戻ることができるような、そんな気がしています。渡里町の臨時災害放送局、ちっちゃなプレハブ小屋にですね作った放送局、そこを訪ねた時の話です。町役場の前から、79.2MHz FM 青空、西垣さん、西垣優子さんにお話を伺います。放送総合担当サブチーフということでね、西垣さん今日は本当にお邪魔しまして、このFM 青空の前でね、今ね見せていただきながらお話を聞かせていただいてね、本当に嬉しいです。お会いできて嬉しいです。皆さんこんにちは、 FM 青空の西垣と申します。よろしくお願いいたします。はい、今、渡里町臨時災害ラジオと書いてありますが、これはその震災の後いつからこう立ち上げて西垣さんたち皆さんで頑張ってらっしゃるんですか？はい、ですね、開局は平成23年3月24日午後4時ですね、開局いたしました。はい、はい、それ以来ですね、最初の頃はですね1時間に1回ずつの放送で、午前7時から夜の7時までの放送だったんですけれども、今は少し体制が変わりまして、午前8時から、夜の7時までで、2時間ごとの情報提供を、放送しています。で今4時過ぎたところなので、ちょうど4時の放送、ね、生の放送が、はいはい、取材にも行かれて、その被災地の方たちのお声なども編集をして流して、はい、そして童謡も流れていました。はい、ちょうちょうちょうちょって、はい、これは皆さんからのリクエストであったりもするんでしょうかね？リクエストもありますし、童謡歌手の方から支援の CD を送っていただいたんですね。それがきっかけで生でこう録音していただいたもの、千葉在住の雨宮智子さんという童謡歌手だったんですけれども、その方が本当にスタジオまでいらしていただいて、で渡里町のリクエストを、ね、集めて、それで支援 CD をさらに新しく作ってくださったんです。その中からピックアップしてかけています。はい、童謡といえば今回一緒に横浜から参りました、東京から参りました、で坂本友人さんから、はい、これも同様消化がいっぱい入っていてという思いでね、参りましたけれども、いかがですか？嬉しいです。リスナーからも同様をかけてほしいという電話をよくいただくんですね。ただやっぱり手元にある CD が限られたものだったので、今までは春の歌しかなくって春の歌を中心にかけていたので、今度は夏の歌も入っている CD をいただけたので、これからも活用させていただきます。はい、ラジオをたくさんの皆さんにお配りするというところにも何かちょっと工夫をして、皆さんの手元に渡るように頑張ってらっしゃったとお話を聞きましたが、はい、ですね、渡里町では今いざという時ラジオは味方ということでラジオを配ってるんですね。と言いますのは、その震災の影響で、私たちの町には85基の防災無線があったんですけれども、そのうち19基が波で倒れてしまいまして、実際に入らない地域があるんですね。
でも被災地に入られる作業で入られる方がいるので非常に危険だということになりまして、はい、4月の7日 の、 震災後にあった大きな余震の後から、はい、本格的に配り始めました。で実際にその情報を取ることで身の安全を守ってもらいたいという気持ちからですね、なのでそのラジオに一工夫しまして、はい、アンテナのところに導線を巻きつけて、はい、電波が入りにくい地域でも FM 波がよく入るようにという形で導線をつけて手渡しています。で停電になっても大丈夫なように電池式のラジオ、しかも携帯できる大きさのものということで、はいはい、全国からの支援物資でちょっと大きなものも届いたりする時もあるんですが、そういった大きなものは お店屋さんとか避難所の入り口だったりそういう人が集まるところに差し上げて、はい、そしてあとは小さなものは本当に身の安全を守っていただけるようにポケットに入れたりバッグの中に持ち歩いてもらえるようなサイズをなるべく手渡したいなと思ってます。渡里町の西垣さんに、ね、お話を伺ったその時の様子です。さあ今日は FM 戸塚6周年の記念イベントを行っています。そしてこの東北の絆ずっと応援してくださるのが税理士法人山重会計事務所の皆様です。本当にありがとうございます。今日はこのイベント会場でもですねチャリティーの T シャツ、左肩に左腕にハートのマークがチャリティーのマークがついているもの、これもすべて全額東北地方に寄付させていただきますので皆様ご協力をよろしくお願いいたします。これからも東北の絆、ここ地元で東北の応援を続けていらっしゃる方たちのお話なども交えてお届けしていくつもりでいます。このコーナーを支えてくださる税理士法人山重会計事務所の皆様ありがとうございます。どうぞこれからも6周年を過ぎたこれからもよろしくお願いいたします。